ただいまより100万人のキャンドルナイト in 池上本門寺を開催いたします。電気を消してスローな夜を、この合言葉で始まった100万人のキャンドルナイト、皆様のご理解とご協力により今年で11回目を迎えることができました。まもなくこちらの大堂前にて池上浪士合唱団による歌の披露、池上太鼓の方々による和太鼓の演奏、また日蓮宗の僧侶からなる池上雅楽会の演奏と続き、境内の照明を落とした後、キャンドルなどのわずかな光とともに世界平和祈願法要を執り行います。またこちらの大堂前に飾ってありますランタンの一部には、石巻の子どもたちによる作品もございます。2011年3月11日大震災後の6月、私たちに何かできることはないかと本門寺の僧侶スタッフが直接現地に赴き、その思いを少しでも伝えたい、そこから始まった石巻の子どもたちのランタン、当初は20個程度でしたが、徐々にその数も増え、ランタンの絵柄にも変化が見られるようになりました。そんな子どもたちのランタンとともに、仁王門では被災地の様子を写した写真の展示もございますので、ぜひご覧ください。また同じく仁王門で東京都仁王生活衛生同業組合太田支部青年部、通称大田区床屋さん組合の青年部の皆さんが作ったキャンドルホルダーの展示も行っております。総合案内所そばでは空の東北による東北物産販売、さらに先日ネパールを襲った大地震復興支援のためのチャリティーバザーも行っております。長栄堂前では影絵屋さん、さくらさんによる小さな影絵ショーも行われます。電気を消してスローな夜を、この合言葉とともに、電気が点灯する9時までの間、スローな夜を皆様とともに共有したいと思います。それではまずはじめに池上浪士合唱団による心優しい歌声からスタートです。曲目は皆様おなじみの曲トトロメドレーチンチンチドリ、最後は懐かしの赤いスイートピーと続きます。それでは皆様よろしくお願いします。